目線が相手の手前、相手のところで止まってると相手と自分が対立するようになっちゃうよ。それを目の使い方気をつけるの。こうやってだいたいこうやってバーってやってこのぐらいだったらみんなが座ってるぐらいだよ。そのぐらいに目線でうわーってこうやって相手目線をそっちにつけてみた。パッとよし、それでねよーはいと、で上島先生の道館の中で我々はね稽古の始まり前に必ず言います。誠をばさらに誠に練り上げて権威一如の身体を知れ。この歌はね武道極意の歌として昭和12年大阪朝日新聞社が制作した武道という上島盛平先生の演舞のフィルムの冒頭にも出てくる。